はい、現在のオカメ軍団の火のひなです。うちに来て全部ほとんど同じですね。1週間経ちました。もう手乗り化がね急ピッチで進んで、タレント学院にちょっと入れましたからね。タレント学院最近卒業したのはね、五色星外とかね、鱗とかたくさんいますよ。もう1週間前来た時はね全然ダメでしたけど、ほとんど今飛びついて肩に乗るようになりました。ビビリばっかりだったんですがね、意外と人間が危害を加えないということが分かってくれたようでね、やっぱりかなり懐いてきましたね。これが一番飛びついてきますね。もう肩に来ました。これはねルチの三遊子ですよ。結構飛びつビャーンと飛んで回りますね。少しねもう皮付きを拾って食べるように、まあポチポチですけどね、まだまだ撮影が当分必要ですけどね、食べっぷりは相変わらずいいですね。だからみんな重いです。これはね今度はこう、このバード君が一番やんちゃですね。これが一番遅れてましたね、飛びつきは。ただもう今慣れてきました、かなり。ここのね、ついでにここをこうやって羽織ると、これこのオカメ君たちと一緒にねだって生活してるんですよ、この小桜君ね。こちらルチの方です。はい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 、もうこれみんなご飯を食べたばっかりですね。もうここに入ってるということはもうそろそろ眠いんですね。オカメもそうです。だいたい飛んで回るんで、歩いて回るんですよ。でもういっぱい食べたからもうそろそろ分かってるんですね、寝る時間に近づいてきたということが。変なのがなんか今飛んできました肩に。あ、これ先輩ですね。私が飼ってるやつです。先輩の頭かいてくれインコです。もう何かとあると頭下げてね。かかないとね。はい、落ち着け書いてあるから、はい、下げましたね。はい。はい。インカかかなくて。よかったね。あんたいっぱい後輩が来て。もうそろそろ寝てもらおうかな。寝るときはね、こう少しこうやってここだけ開けとくんですね。こっちもこうやってやっとくと、こうやって思って遊んでますからね。じゃあそろそろ寝てもらおうかね、あんたたちもね。また明日。はい。よし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 。